どうも、スターアイランドです。今回は2024年最初の実況動画として、至って王道のエグゼゲーム、ボンバーマンエグゼをプレイします。エグゼゲームを実況するのは相当久しぶりですね。もう2年くらいやっていなかった気がする。多分ホラー要素が含まれているので、ホラーが苦手な方はお楽しみに。実は私、今まで一度もボンバーマンやったことないんですよね。どうやら敵に当たることで敵を引っ掛けて爆弾を置くのが基本的なルールのようですね。普通敵に当たったらやられると思うんですけど、だいぶ親切設計ですね。先ほど入手した爆弾アップは、爆弾を置ける数が増えるアイテムです。今明らかに謎の死を遂げたやついなかった？これ自分の爆弾で死なないんかい。めちゃくちゃ親切設計じゃないか。というよりゲームとして成立しているのか疑うレベル。あと一体倒せば多分ゲームクリアですね。あれ？てかこれスコアおかしくね？なぜかおなじみの数字がカンストなんですけど、もっと上限広げた方が絶対いいと思います。さて、続いてステージ2ですが、新しい敵一人しかいない極めてシンプルな構成ですね。しかもなぜか制限時間が止まっているため、よりゲームオーバーになる確率が低くなっています。ゲームを一度も遊んだことのない小さなお子様にもおすすめできるいいゲームですね。ほらね。引き続きセロ A のゲームをお楽しみください。なんかどこかのアギ共感正義野郎にごちゃごちゃ言われていますが、支障はないため気にせずプレイします。操作できれば憂いなし。あ、やっぱこうなりますよね。エグゼゲームでよく見かける言葉ランキング第3位、Y が出ました。いつも思うけど聞きたいのはこっちの方です。はい、それではよろしくお願いします。なんか主人公が黒ボンみたいな姿になったけど、時代を先取りしているすごい海賊版ですね。爆発の色が変わるだけでこんなにグロテスクに感じるようになるとは。まあ爆弾の黒と背景の黒が被ってるせいで肝心な爆弾は全く見えなくなっているんですけどね。でも大丈夫ですよ、今無敵なので。何度爆発しても死なず、失うものもない無敵の人です。ほらね。しかも私の中にとある正義のヒーローが潜んでいるので、誰かに襲われる展開があったとしても絶対に死にません。この状況で私たちが負ける確率は、ゼロ。まだなんか言っているけど、タスクマネージャーでいつでも帰れるんだからね。所詮、弱者の悪あがきに過ぎないだろうに。今なんか音量みたいなもの映ってなかった？うわ、また出た。今思えば、タイトル画面の時点でコンティニューが表示されなかったり、ハイスコアが見えなくなっている時点で変だと気づくべきでしたね。今まで実況してきたゲームの怪奇現象の数々が強烈すぎてすっかり感覚麻痺していました。むしろあと数分も待ってくれるなんて優しいですね。でも私は待てないので早送りします。あれ、音量が出てくる頻度どんどん上がってない？音量も爆弾で倒せないかな？
待っていた甲斐がありました。どんな爆弾でも死なない今なら大丈夫大丈夫。何気にドット凝ってるの好き。上から来るぞ、気をつけろよ。バカな、このような結末は私は認めぬ。急にフルスクリーンになった時の絶望感よ。すみません、化粧落ちていますよ。ドット補正化粧とアイメイクの2つ、買ってきましょうか。あんなに喜んでくれるとは思わなかったな。まあやっぱり不死身なんてこの世に存在します。すみません、強制サインアウトするのやめていただけませんか。正直めちゃくちゃ焦りました。あと壁紙も勝手に初期状態に戻されていたので直しました。でも一応エグゼファイルを再起動してみます。怖っ。え、何もしていないのにテキスト出てきたんだけど。実際に翻訳して読んでみたところ、ストーリーが出てきました。大まかな流れはゲームそのままですが、どうやら主人公の友人が渡してきたものだったようですね。ほんと、とんでもないものを渡してきましたね、その友人さん。皆さんもこうならないように、海賊版には注意しましょう。はい、これにてボンバーマンエグゼは終了となります。久しぶりにこういう系統のゲームを遊べて大満足でしたね。それでは、ご視聴ありがとうございました。